えー、今回はパラーソーシャルというホラーゲーもやっていきたいと思います。えー、チラザーアートさんの新作なんですが、えー、今回は、えー、配信者になって、えーっと、なんかこう不可解なことが起きるみたいな感じのホラーゲーらしい。やっとこうが。配信者を題材にしたゲームって増えてるよね、最近ね。男の人か。主人公は。アラームが鳴っています。スペース。はい。えー、7時半。 起きるの遅。配信者っぽいな。この起きるの遅さは。これでなんかスマホがいじれたりする特にないスペース×。OK。感度が高すぎるから、えー、一旦調整します。新着メッセージがあります。はい。あすか。作った肉じゃが冷蔵庫に入ってるから温めて食べてんね。そのあの、変換場所よな <laughs> 開業場所 作った肉じゃがが冷え温めて食べてねはーい軽いな母はは登録者数5000人超えたよまだそんな遊びやってたのもういい年なんだからちゃんと働いてお給料もらわないとうん <laughs> ここあチラズカフェじゃん新メニューの紹介ですあれねダークモカフラペチーノねまだ覚えてる俺リキヤ俺たちやり直そうえ ブロックされてるやんしかも <laughs> ブロックしてんのかリキや、えー、やらなきゃいけないのがアスカが作った肉じゃがを食べるとどこにあんだそのアスカが作った肉じゃがパーカーめちゃくちゃいっぱいあるんだけどパー,パ,ーパーカーパーカーパーカーこんなにパーカーある家あるしかも大きさ微妙に違うしキーホルダーちょっと暗いから見づらいかもしれないけど一応キーホルダーもあるわ T シャツポストは T シャツあ配信者だから あれなのか自分でグッズ作って梱包して自宅から送ってんのかあれ男の人だと思ったら女の人女の人っぽいね。雰囲気。女の人の配信者なんだ。あ、トイレ結構ね、新しめのいい感じの形のやつだ。えっ、ー、と、肉じゃががないってこと、ここいないってことは、冷蔵庫かなあ、冷蔵庫あるわ。え、肉じゃがしかないこの冷蔵庫。えもうちょっとなんか水だけでも入れといて。 温めよ開けとくと怒られるからなアスカっていうのは何なのかな一緒に住んでる人なのかなルームシェアしてる友達それか姉ちゃんとか妹とかそういう感じなのかなできるの早いね温まった肉じゃが結構冷えてると思うけどな肉じゃが食う肉じゃがだけ食うって なんかすごいしょっぱそう。しょっぱいっていうかな何か欲しくなるよな。ご飯かなんか。じゃあ配信しよっか。いろいろ家の中見たし。これあれだよ、ね、な。んかの顔がひか光に照らされて、あれだな、ね。いい、いい顔色に見えるやつだよね。多分あ、違うわ。普通にあれか。ウェブカメか。えっ、ー、と、VTuber 千羅ニナっていう名前で活動してるのかな。VTuber の人なんだね、この人は。PC を使う。はい。ピンクで統一してる。 ウェブカメがあ,るあ,じゃあこのウェブカメで映して顔が動くタイプの VTuber か配信する前に必ずすることえー、とバー,バーチュアミー <laughs> なのかなバーチャミーで、えー、使ってゲームを準備して配信を開始するとなるほどノートに書か,かなくても明るくねこれこんなんえこれかあ、バーチャミーこれなあもう自分の顔映ってるね、えー、トランスフォーミーこれで 起動してもいいのかな、ばあっこっちでこれで映んのかやっぱり何度見ても私のキャラかわいいお金出した買いあったなセンラになって名前も気に入ってるし今日も配信頑張ろう目指せ登録者数1万人いいね意気込みが意気込みがいいねでゲームをやってこれなんかでもなかなか後半はゲームを <laughs> やってそう このゲームセーブ、えー、ないんだよね。ほんと無理。で配信つければいいのかなストリームスタート。赤マント、赤マントあれだ、チラザータさんのゲームだ。今日こそクリアする。よし、今日も配信頑張っちゃうよ。あとはこの2枚の紙を持っていくだけ。クリアできたらいいな。あ、これこ、ゲーム内でゲームができる。あと2枚、なあ どこだあと2枚。あと少しじゃん。書く。いい。あれなんかワープした。トイレから…あれ赤マントじゃないお赤マントを追ってけばいいのかなあと紙を2枚持っていくところです。どこまで進んだめちゃくちゃ左下、デンジャー出てないじゃあ体力がないのか いい鍵かかってるあやばいこれは危険が危なくないこっち行けない行けない逃げてやばいすいません新人 Vtuber なんでちょっとよくわかんないです操作。ここで捕まったら大変あここだ多分なんか紙がこういろいろ並んでてここで何かを使うんじゃ危危ない出てる あままずまずああーここでやられちゃうのかうわネッドここでかーって言われてるああやられちゃったまた最初からとかやっぱりセーブないの鬼畜すぎるいや絶対クリアできたけどな今このゲーム私には向いてないので他に何かおすすめありますか <laughs> いやもうほぼ最後まで行ってんじゃねえの何かあるかなよかったらこれやってみてえあれだあの広告っていうかこれ言われるハールの許すタイプだ せんらにナ様だけのホラーゲー配信ごとにアップデートされる仕様になっています URL ありがとうございます見てみるねああニューゲームスのサイトいつも使ってるサイトだ赤マウント改めこのゲームをやりますやってみようダウンロードこんなさ貼られた URL 怖くね新しいゲームがインストールされました アカマンと今日こそクリアするでこれなんだどんなのか楽しみ出れる玄関見てみるとかなんだこれなんか普通にリアリティあるさゲームとは思えないような家だよねこの女の子は何 ?W あもう動けるんだこの状態であそういう感じなんか昔のゲームみたいだこうやって視点移動ぐるぐる回って何て言うんだろうなあの昔の昔あのペルソラのダンジョンに 入ってる時みたいな俺も動いちゃうマウスを動かすとマウスを動かすと俺が俺の視点が動くいやこれなんかさ頭こんがらがるなこれ何玄関からなんかいけるいいあロックがあるわいや知らないロックまだ <laughs> なんかさ、まあ、頭真っ白頭こんがらじゃ分かったマウスから手を離すう今とりあえずで、これなえ人この,人このえなんか配信者なのねめっちゃ血ついてるしこの人配信者は パソコンで何かできたりしないな4はいはいはい4ここなんかすげえ血だまり誰かお亡くなりになってるんだけど呼んで青4青4いただきました青4ちょ待って青4ちゃちゃ緑4緑4青7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  あ、ていい、いいキーでなんかできる。いや、違うな。緑4、青7、緑4、青7、黄色3。緑4、ちょ、なんか、むずいな。どうだこうかこうか違うな。もう一個こうか。触れない。あ、これか。緑、あー、赤がある。赤、赤は知らない。 赤を探さなきゃいけないっぽい。こういうとことかにあるんじゃねえのないな。もう忘れたよ、俺今。今ので。赤あったんだってなったもん。赤はね、どこにあるんだやっぱ意味深なさ、ここだろう、ありそうなの。これ角度に、あ、あるわ。5な。5ちょっと待って、あの扉の順番見よう。えっ、ー、と、5?57、 575735734か OK5734 これでこういってえっ、ー、と 5734OK クソ楽やん続きはめちゃくちゃめちゃくちゃコメント <laughs> こんなに嫉妬するレベル 可愛くて草。結構可愛いえビジネス、え顔映っちゃってる、俺の。まあまあ怖かった。んこれ続きあるんだよね。なんか別のコメント来てない。ん何顔ってあー出ちゃったね顔、顔色白、もっと顔出していこう。出ちゃったねー。絶対これ切り抜き上がるじゃん。 動じない新着メッセージがありますアンノーンなんでしてんの俺の LINE 怖っ見てみる送ったゲームを配信し続けろ出ないと悪いことが起こるよ友達登録されていませんご注意くださいブロック,ロックよ好きなこれ他の人にバレてないのかなはーい えー、やばい。配信中に顔バレした。知らない人から変なメッセージも来た。どうしよう怖い。怖いね。変なさー。でもこんなよく分かったね。怒るよ。あ誰か来た。それやばいね。申し訳ないけど、今は仕事で話せないから明日会わない。明日にでも話聞くよ。あまり思い悩まないでね。うん、ありがとう。いい子。なんですかえ、こえ、このタイミングで来るの。誰 覗き穴から見てみよっか誰もいないんだよなこういう時なあいや待って左に誰かいるえこれ出たくね怖っ出てみるえいつも見守ってるから怖っ怖すぎるえ こんな一瞬でえもう配信できないよこんなでも生活のために何マンティス360 <laughs> めちゃくちゃカマキリの絵描いてあるあウイルスソフトみたいなのねなるほどウイルス対策ソフトかアンチウイルスアラームが載っていますゴミ捨て10時巾着メッセージえアンノウンさんブロックしたのに ブロックなんて無駄だよ。言うことを聞け。こえ。しかもうブロックできねえし。バーチャルユーチューバーだったっけ姿を偽って人様からお金を巻き上げてるんでしょ。母ちゃん。言い方。リキアは元彼っぽいな、これなんかしか。頭さ、リーゼントのあの感じだからさ。なんかこれヤンキーやん、リキア。まあ、リキアって名前がもうヤンキーっぽいよな。えゴミ集め。はいはい。 ゴミ集めしまくってそれを全部外にあれ捨てると多分インベントにめちゃくちゃゴミあるわはいここはどうだあでもここにも部屋ある部屋っていうかあれかクローゼットかえっ、ー、とベッドの周りはゴミ箱はないとここだけでいいのかなここ開けられないしこれで全部 ゴミを集める。あ、これでいいのかなあ、o k o k o k で、このでっけえゴミ袋。ゴミ捨て場に出すゴミ。で、外に出ればいいのかなマッチしよういや、いいです。めちゃくちゃ裸足じゃねえ、俺。ていうか。あ、ちゃんと臭いたわ。水漏れしてる。いや、違う。これブルーシートか工事中かなこれ顔バって出てこない。 てかさ、自分家の横って言えない,やいや。結構離れてるわ。じゃあ大丈夫や。何この物音。怖っ。でもいいとこ住んでんね。周りビル街。日当たりはそんなに悪くないな。ゴミ箱だからあれかな下かなゴミ捨て場。えええ,えこういうタイプのエレベーター初めて見たんだけど。あれ、エレベーターの先に扉もう一個、扉あるってある なんか、俺の目の錯覚かこういうもん。扉の先が扉。え珍しくないこういうとこあるんだあお疲れ様です。めっちゃ見てくるやん。あれこれ、あれかここあこっちか。オートロックのいいとこ。なんか、別にあれだけどね。大抵こういう形のとこってさ、あの、出て、出るときは何も押さずに出られるよね。 あ、引っ越し業者の人か。あれこの人警察官っぽいけど、なんか事件あったのかな管理人かなんかの。とりあえずゴミ捨て場、ゴミ捨て場近くにないんだね。このマンションは。ここにあるっぽい。ちょい離れだ。めっちゃ住んでるんだな、ここの人。奥に誰かいるな。この人も住民の人かな。全員怪しく見えてくるんだけど。 顔怖っゴミ捨てて帰ったらいいんじゃないですかいや全員警戒しちゃうってマジで怖えんなんやあの人えあっゴミ捨てたのにゴミ持って帰ってるいやー怖え全員がさなんかそういうやつに見えてくるよな顔バレしたばっかりに でここでなんかあれだ。なんかゴミ王を見てた人、ゴミっていうかなんか、警察官っぽい格好した人がいなくなってる。全員怪しいねで。この正面な次は。先着メッセージ。アスカ。あとちょっとで着くよ。玄関まで行くから家の中で待ってて、オッケー。これ実はアスカが犯人だったみたいなワンチャンあるからな、こういうのって。まあ仲のいい友達なんだろうな。 で、わざわざその遊びに来た時に肉じゃが作ってくれたのか。ここ気になる。いや、ブルーシートが貼ってあるってことはやっぱこれなんか事件あったのかなぁ。それだったらマジで怖いんだけどあ。鍵閉めて。家で待ってて。これでこの間になんか配信用のなんかできるみたいな。そういうわけではない。クローゼットとか見て。誰も潜んでないか大丈夫か アスカが家に来るまで待つ何もない異変はないな着いたよオッケー本当にアスカか違ったら怖くねアスカだ多分初対面だけどきっとアスカ顔してるからそうだウィエ来たよ大丈夫あんまり眠れなかった 顔色悪いよ昨日の話は後で聞くからとりあえず行こうあとっか遊びに行く予定だったんだあ待ってこれ見覚えあるドアクモかフラペチーノだここね2階あんのよな前の見たことある人は知ってると思うけど外が気になるんだけどあれこいつ前もいたぞ黒いフードの男フードをかぶった男こいついたよな え食いすぎケーキ。<laughs> 待って、絶対水分必要やろ。こんなに食えない。ケーキ3つも。えー、あれこの人もさ、いた人じゃねで、奥の人が主人公だ。あのー、なんだっけ閉店事件のさ、そうだよね。いらっしゃいませ。ご注文をお伺いします。えっ、ー、と、今、時期的にアイスコーヒーかな。アイスコーヒーですね。以上でよろしいでしょうか。 フードメニュー抹茶ケーキ抹茶ケーキですね右側のカウンターからご注文をお取りくださいと注文終わった私は何にするか迷ってるんだよねちょっとブラブラしながら待ってて OK ででも抹茶ケーキ取らなきゃいけねえんだよないやなんかこの前作の主人公が出てくるみたいなんてあれだな嫌いじゃないな外側からさ見えないのかなちょっとブラブラしてくるわ気になる場所がどうなってるかね ここのね、上に実は。誰かいる。誰大丈夫かなこの人。元気誰かいっぱいおごってくれねえかないいよ。こういう人を助けとくと、後でね、いいことがあったりするんよな。あれ、ここかここがなんか、従業員入り口だったっけただ、奥には、あ、こっち行けるのあ、いや、行けないわ。えチラズアートさんがいるわ。 これで一杯あげたらいいのかなここの裏が確かドライブスルーになってたんだよな。ただいけるかどうかは、あ、いけないね。ブラブラしてきたよ。これでなんかもう一杯追加で頼めたりするのかなあ、でも話しかけられないわ。あ、なにこれえあ、話を聞く感じか。 久しぶり元気だった会うのは高校卒業以来になるよね。最近はどうほんと久しぶりだね。大学離れてたもんね。高校生の時は毎日一緒にいたのにね。そんなもんよ。時を感じるわ。<laughs> なんかあのつわもののセリフみたいな。時を感じるわ。最近はね、仕事を、えー、仕事はなんとか先輩の学びながら頑張ってるよ。まゆみは私も仕事頑張ってるよ。実は最近好きな人できちゃって。同じ会社の人で仕事ができてかっこいい人。 細い子が好きって言ってた。そうなんだ。なんかもう、反してるけどな、その注文量。んそれなのにそれ全部食べるのうん、甘いものは食べたい気分なの。えその人には今の自分を好きになってもらおうってことうん、うん。彼の好みの女性になりたいと思ってるよ。ならやめときなよ。それとこれとは別じゃん。別じゃないよ、太るよ。大丈夫だよ。もう。だから余計に太るからやめろって言ってんのに。なんなん、この会話。 このおっちゃんは何一人言と喋ってんのああ、はっさん。なんでいないんだよ。まだ俺に全部教えてないじゃないか。あ、はっさんから学びたいことまだまだいっぱいあったのに。発作さんっていうのが、確か、このね、閉店、閉店事件だっけこの前作の,このコーヒーショップでの事件の時にいた刑事の名前だったっけな発作ささん。で、あれなんだよね。殺されちゃったんだよね、確かね。もう決まった あとはフードの男に話しかけんのかないや、話しかけられないわ。抹茶ケーキ取る感じあ、じゃあ、おじさんいたわ。おじさんはジェームズ。ちょっとそこのお姉さん。こんばんは。つかることをお聞きしますが、そこにいる方は友達ですか <laughs> 一応 <laughs>。日本人は曖昧な表現がお好きですよね。私はそれを悪くは思いません。ただ、話す相手には注意した方がいいと思います。 私は今あそこに座っている人が怪しいと思ってここで見張っていますフードの人ねなんだか怪しく思えてしまうのです日本はいくら安心できる国とはいえ全員が善人であるというわけではないので油断してはいけませんまたお姉さんとはどこかで会える気がしますそれまでお元気であなたも十分怪しいけどね注文を取りに行かなくちゃ甘茶ケーキ店内でのお召し上がりなんだね フードの音気になるな確かに配信中に顔バレしたって言ってたけどどういうことアバターが知らないうちに外れちゃってそのまんまの意味だよ <laughs> そんなことあるのパソコンが確認したウイルスとかそれ私も思って調べてみたんだけど何もなくてそっかじゃあハッキングとかは昨日配信で何したか覚えてるあこれだゲームしたいリスナーさんが送ってくれてこれだよな絶対絶対それじゃん リスナーって言ってもどこの誰か分かんない人なんだしそんな人から送られてきたファイルなんて開いちゃダメだよもうそのゲームはやめなやめたいところではあるけどそうなんかね来てんのよ LINE 何か問題があるの配信後に変なメッセージが来て送ったゲームを配信し続けろって変なメッセージって言ってたやつそれかえまた奥にさすげえこっち見てくるさなんかなんか独特な格好していらっしゃる方いないめっちゃ見てくれなえ,ななななななえ 抹茶ケーキだけ持ってえ近っそれは怖いねそのメッセージ無視するのは危なそうゲーム自体が大丈夫そうなら配信を続けた方がいいかもね誰がそんなことをうーん分かんないけどリスナーさんってみんな会ったこともない他人でしょ考えても分かんないよそれはそうなんだけどまあでも顔を割れたからって別に困る困ってることはないんでしょなら大丈夫じゃないニーナの家オートロックだしあんまりそういうのは考えない方がいいよ 確かにそうかも。深く考えても何もならないよね。あ、そういえば。あの彼氏とは別れた。リキヤなんで別れたのちょっと気になってて。んー、まあ、ただ単に合わなかったって感じかな。なるほどね。そういうこともあるよね。他にも何かあったらいつでも言ってね。こんな話聞いてくれるなんかアスカーが怪しくて。えなに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 じゃあそろそろ行こうか。えか取られてないよ。このなんか、すごいかこのお兄さん、おじさん。 どうしたの後ろあどっか行った別に何もないけどもう驚かさないでよ早く帰ろうちょっとカビになっちゃってる可能性はあるけどでも怖いよなあの人普通にここまででいいかな今日はいっぱい話すて嬉しかったよまたいつでも連絡してそれじゃあまたねあれリキアかなまださ私のことが忘れられなくて 来たんじゃないの、リキアってかリキアって名前だけすぐ覚えられるのおもろいえっリキアおいおいおい同じ階に住んでるの、逆に見ると俺がもう首がさもうすごいよえっ後ろえっリキアあれでもリキア同じ階に住んでるわけじゃないんだ横のさ事件性のあった 部屋は何もなかったのが、こうだよね。自分じゃ、あれ違うわ。こっちか。でも横、やっぱね、人住んでるよな。なんだったんだろう、あのブルーシートは初日の。怖わんえ困るんだけど。鍵が壊れてるのかなドライバーがどこかにあったような。なんか来てるし。配信。いや、まあ、れ、じゃあごめん、冷蔵庫にはないわ。<laughs> 見ちゃったけど、思わず。 ドライバードライバーなんてあるかランドリー。あれトイレだよね。靴箱には何もない。あ、なんかちっちゃい。ちっちゃい。ここはドライバーない。ポスター、パーカー。こういうとこにありそうだけどね。枕元にさすがにドライバーないよな。そんな家ないか。 一人暮らしのさ、あの部屋めっちゃでかいよね。一人暮らしにしては。あ、なんかあった。どこだこっちか。あ、これか。ドライバー。<laughs> 何もないのにドライバーだけポツンと置いてる一人暮らしの女の子怖わえーと、これか。トイレ開けた。別に何かがあるわけではないんだけど。んなんか妙に明るいダクト怖わ これでいいのかなこのトイレを開けとくことによってなんか後々誰か来た時に逃げられるようになるとかわかんないけどとりあえず、まあ、開けとくに越したことはないな明日カ何もない母ちゃんも何もないチラズカフェリキア <laughs> リキアブロックされてるから来ねえ PC を使う配信しよう今日もえーとバーチャーミーつけて でこれでトランスフォームあいえトランスフォームで、えー、ゲームつけてあこれこれもそうだわ謎の視聴者さんからのゲーム昨日の続き昨日の顔バレ大丈夫だった警察が敵楽しみ今日は顔出ししないの大江戸温泉大江戸温泉ってなんか北陸にあったな助けるってことはお姫様とか なんか女の人を警察に捕まらないように助けるゲームみたいえってか見てる人数めっちゃ増えてる3500人雰囲気いいね頑張れニーナ大好きありがとうすげえ迷路こっち行ってみたいなわあ迷子になりそうなんだこのレバーはちょっと角度的なんだどど,どうしたらいいこうかやばい マジで、ね、みんなが思ってる以上にね、この頭こんがらがるいい気をし。るあこれでいいのかコメントあでマウスから手を離そう <laughs> これでこれで多分ねいいマウスから手を離すとやりやすいなんか意味あるぞ。俺も知らずコーヒーよく行くよその話したっけここなんか赤の扉俺は赤の扉を選ぶぜで鍵がねえんだなあ警察官がいるわ これに見つかったらめんどくさいことになると。で、この間に奥に行けと。OK。誰はい。<laughs> ありがとうって言われたわ、今。え、でもさ、鍵がないよな。ここに何もない。この人を助けるのか。女子トイレ。女の人、怖いんだけど、この女の人がさ。逆に。あ、警察官行ったな。で、この間にこっち行くってことか。これでいいのかなあ、でも何かが。 なんか人影っぽいけどなこれついてきてるかついてきてるなちょっと幽霊っぽいかも確かにこれであれこれをやっちゃったかいやそういうわけじゃないなやっぱなんか重要アイテムが足んないんだなこれ警察官がさいるかもしれないんだよどっかに鍵がどこだこれあれだもんねスタート地点スタート地点に鍵があるとかいう あの、いたずらではない女の子歩くの遅いね危なくないどこまで来んのこれて自分ちの家の周りとかなんかなってない大丈夫自宅に異変はないな今のところこういうのを注意しながら多分やんなきゃいけないんだろうね な、な,なんすかな、なんなんすかマジでさ、マジでキーアイテムなんもないんだけど、え、これどうしたらいいのこれ、あの、血管ゲームです、これ。あれここあ、いや、違うの。これ、血管、け、血管ゲームです、これもう、やれることやりましたよ。逆にレバーを引いちゃいけなかったでも触れないんだよね。 あこれ警察官に見つからないとダメ逆に女,の女の子いるよね起きてるよねなんか喋りかけなきゃいけないとかそういうわけじゃないよねああそういう感じ <laughs> 手引きしてくれればよかったなは初めから頑張ったねやったクリアした 今回のステージはここまで見たい。えー、前回と比べてゲーム性があって面白かったですね。それじゃあ、今日はクリアしたので終わります。今日は顔バレしなかったよかったー。あの女の子はなかなか、女の子自体鍵だったのか。疲れたー。お風呂でも入ろうかな。え、もう配信時間10分ぐらいじゃね今の。<laughs> 早くね。風呂入ろう。マリ消え、え、おー、開いてなかったよね前。怖い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 。 見られてるえ怖これこっちとかいないよねじゃこれ閉めとこうちゃんと怖くね開いてなかったよこれちらちらこう閉めたと見せかけてちゃんと閉めとこう誰か出てきたりしないよねとりあえず冷蔵庫チェックしとこう 何もないなトイレとかマジで怖いんよなマジで確認大事よこことかね誰か潜んでそうなちゃんと閉まりしてちょっと閉まりっていうか大丈夫かなあオッケーオッケー閉まってる閉まってるじゃあ風呂入ろうお風呂はまだ何かあるな しなんだ何をしろって書いてないんだよねんあれここかやっぱりここで何かをしなければならない景色を眺めるでも何もないよね 何か落ちてるわけでもないしカーテンだけ閉めとこ <laughs> ドア開けといてカーテンだけ閉めとこパあそこも何もないもんねあこれかお湯張りねなるほどね風呂がたまるのを待つなんか来そうだなここで 何かがお風呂ためてる間にどんぐらい溜まったあ結構溜まんの早いないい感じじゃない今もう良くない、まあ、あと自分が入ったら溢れない張りすぎじゃないお風呂あたまったふらえるわ <laughs> 入ってんのよもう開けっぱなしで風呂入るタイプこの間怖えな何もできないわえー、なんかここでマジ人来たら一発でやられるんだけどそんな悠長に入ってて大丈夫あ音する待ってそこちょっとずつ開いてんだけど も家の中に誰かいるぞノイズオンがして大丈夫これえっえっちょっと待ってこの距離で自分で開閉できる <laughs> 腕長っそれに驚きだわ今の洗濯機回してこの時間から怒られそう 洗濯機回したら終わった誰ですか宅配かな怖くてなかなか寝つけなかった昨日のは心霊現象だったよね多分霊感がある方ではないはずなんだけどもしかしてこの家事故物件なのかな前作のタイトルを言っていくチラズレジデンスマンションの新管理人宮本ですご入居中のトラブル、えー、トラブルいつでもご連絡ください ご相談はこちら。なるほどね昨日のあれは心配だね管理人に電話しておこうかな一応しとこうかこういうのも選択肢なんだね今回はチラズレジデンスの管理人の宮本です聞きたいことがあるのですが失礼ですがチラズレジデンスにお住まいの方ですか何号室の方でしょうか705えー、ニーナ様どういったってかあれ本名だったの どういったご要件でしょうかこの部屋の過去について知りたいのですが、過去と言いますと、事故物件とかそういったことですかねいや、そういったことは特に今まではないですけど、もしあったとしたら、入居される前に告知する義務があります。あ、そうなんだ。必ず伝えますが、何か変わったことがあったの、えー、あったのだとしたら、気のせいではないでしょうかどちらにせよ、このマンションとは関係ないかと。ですが、他にもうーん、そうですね。 例えば、ストーカー事件に遭われるとか、そういった相談にも乗れますので、また何かあれば気軽にご連絡ください。それでは失礼いたします。こいつもなんか怪しいよな。このタイミングでわざわざさ、こういうなんかその管理人ですみたいな感じでさ、言ってくんの。怪しい。りには誰もいない。恐ろしいね。 全員がマジで怪しく見えてくるえ恒例のここチェックな何もないか、えー、なんか来てない来てないなえ今は楽しくていいかもしれないけど将来的にずっとやっていけるものではないから応援したくてもできないわお母さんの考えわかるでしょわかるけども <laughs> やべえリ俺が力也を忘れられねえ俺の中でだんだん力也が大切なものになっていく まあ、朝なのかないや朝じゃないの夜だなこことかも異変ないかじゃとりあえず全開にしとこう逆にな逆に怖がらずオープンでいくはいバーチャミえいつも通り起動トランスフォームで周りチェックな 今日も今日とてゲームやってこいやシステムがロックされています配信するゲーあオッケーゲームなあこれもあれだ名前忘れたけどゲーム一緒だ今日も昨日のゲームの続きをやっていくよ今日は顔出しは今日も女の人助けるの初見です楽しみ中の人見たいこれはコンビニコンビニ事件みたいなやつだっけあったよなそのゲーム昨日と同じようなゲーム見たいやってこうかあー待って多分似たようなもんだわ警察官がいる 昨日より見てる人数少ない。同説が今日は少ないからちょっとね、ちょっとテンションが上がらないな。<laughs> 昨日より少ないと、あんまりこのゲームみんな好きじゃないのかな。あレイコいた。レイコって名前なんだよ。レイっぽいもんな。レイコって名前にしたのっていうか、そうだよね。名前そうなんだ。え待って、え、これ逃げ場ないや 終わってね、これ。霊子を助けるために何かしなきゃいけないっぽくない警察官1人だけか。この間にこっち行って霊子を助けるための何かしら鍵が必要なのか、えー、別口から行くのかドアあった。ここに女の人連れてくるんだよね。昨日と同じドア。 このままどうするのレイコを連れてくると開くんだよ。サツがそこにいるから、サツがいない間に、サツが、サ、サ、サツがいない、いない間にいるんだけど、レイコくっそ見てくるこっち。ここになんかアイテムとかあったりするんじゃねえのないな。あ、そうだ。レバーがあだこだあったな。君よく気づいた、それ。レバーなくね あったわ天才か俺逆に近すぎて近すぎてなんか、レバーレバーがねレバーがむずいちょよし周りはレバー下げて変な人来たりしないねレイコ今行くぞ爆速でここだよなレイコ <laughs> なんつった今 ありがとうって言ってるよね、なんかあの。な,なんだっけあの AT。ATM の時にしゃべる女の人みたいな。ありがとうございましたみたいな。ありがとうございましたみたいよな。ありがとうございます。ありがとうございます。いてなあいよなあっちとありがとうございます。あいてくれないます。ありがとうございます。ありがといだけなのにとうございます。あがとうごいた調子が悪いのかないがい 私の家呪われてるのかもなんてね <laughs> いやガチやろそれあっ麗子麗子ちょっと心のしか笑ってないちょっと待ってい今のさど,どっちがどこ行ったか分かんなくなっちゃったこっちかあれここ入り口で急に振り向くからあこうだあちゃ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 やばいやばい札来てる札札来ててこっちかこうかこうだでこうだ レイコなぜだクリアレバー下げてゲーム開けて女の人をドアまで連れて行くテレビつけたレイコ達者だなかわいい俺,俺も腹減った知らねえオートカゲ明日また見に来るねええお腹空すいたの誰クリアしたからちょうどいいねえそんな話してた今明日もまた続きをするからよかったら見に来てね なんとかクリアはしてるけど勝手にテレビつくの怖えお腹すいた死にそう冷蔵庫に何かあったかないや何もない絶対何もない確認したよな何もなかったのえこれ今お腹鳴りまくってる演出めっちゃゴロゴロ音聞こえるんだけどこのねここを開けっぱ開けっぱにしといてカーテンだけ閉める最近のマイブームえここにテレビのリモコンなんてあったっけ だよね。どうしようかなウーハーイーツどうめんどくさいしな、ね、今からコンビニ行くの。ウーハーイーツ。オーダー。牛丼なんだ、しかも。マックとか食いそうだけどな。今日は牛丼。誰これあれ彼岸花バナ花バナじゃねえや。あの、藤の花あの、鬼滅の刃に出てきた。あれですか えでも,もらっちゃったけど何えなんか花もらったんだけどこれどうしたらいいん今のウーハーイイツ違うよねえ怖っ何なんか花もらったんだけどなんであ来たウーハーイイツ特に何も触れないし <laughs> 特に何も触れないのは何なん この人ってあの人じゃないあの怖かった人。ウーハーイーツです。なんかそんな気しないなんでここ閉まんの急に。ウーハーイーツです。えーっと、頼んだ商品はたこ焼きでした。違う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 。失礼しました。ピザでしたよね。いやいやいやちょっと待てよ。あの顔ぼれした V ですよね。今日はいい日だ。ずっと応援してました。これからも頑張ってください。あのオーダーは いやー、マジで開いてよかった。ああ。あと、チェーンなしで開けるのはよくないですよ。気をつけてくださいね。なんなあいつマジで。えあの人何、なんだったんだろう。お腹が空いて、お腹と背中がくっつきそう。しょうがない。コみに行こう。結局怖くないていか、あの花は何だったのおっちゃんがタバコ捨てるわ。あ、じゃあ、おばちゃんか。管理人、宮本さんだよね。 あの、ニーナ様ですよね。どなたですか宮本ですよ。このマンションの管理人の。あの、失礼ですが、ニーナ様は一人暮らしですか女性の一人暮らしは危ないんですよ。彼氏とかは今はいないです。リキアな今はということは前はいたんですよね。もったいない。どうして別れちゃったんですか彼氏そんな悪い人だったんですか別れるほどの理由は彼氏 <laughs>、クソくそ食いついてくるやん、リキア。お前なんかリキアのファンか あのああ失礼いたしましたプライベートのことにそれではこれからよろしくお願いしますね毎度毎度変わった人しか出てこないねこのゲームは夜ご飯を食べる俺もね力也が忘れられないのよ力也だったら助けてくれんのになクリアリングよし 近くにコンビニなんてあったっけ左側だいぶ先にあるなこえー、こんな夜道の一人歩きなんかゴミ箱あさりマンもいたしなあれゴミ箱撤去されてないあれなんかゴミ箱なくなってんだけど変な人が来るから場所変えたのかな通行止め いけないとこいっぱいあるなぁてかこうやってなんか街中歩くなんかホラゲあったなチラズアートさんの作品にちょっとなんてタイトルか忘れたけどなんかあった記憶があるなんか大沼をさ大沼を使ってなんかやるやつそれだけ覚えてんだけどいてよろしいか えアルファードアルファードに追突されるとこだった怖え私は夜ご飯だけ買いに,、えー、買いに来たんだ夜ご飯だけ今日はすっごくお腹空いてるから1個じゃ足りないだろうなこういう日はお酒とドリンクをお酒はもうドリンクのうちに入らないのかまた別なんだな最初カゴ持ってカゴは持たない派かあこれが今回のあれだ あのなんか共産してくれた人みたいな。なんかこれ、これ横並びなんか知ってんのかな関係があることにこの二人の。で、このアイコンがさ、古いからちょっとおもろいよな、兄貴。他にも有名な方がいっぱいいらっしゃいますね。建築。怖い怖い怖い。急に横に来ないで。顔しろ建築家さんっていう人もいるんだね。共産してる人の中に。 ジャンバラヤジャンバラヤいいなやっぱこの冷凍のさやっぱねやっぱチャーハンが一番うめえのよマジで一,一押ししかもチャーハンなくねチキンライスチキンライスもうまいよなでもやっぱねチャーハンが一番いいお酒えー生スペシャル、えー、カルピス濃茶 水水だらやっぱ配信者はでサンドイッチサンドイッチなんかとんでもないとんでもないメニュー構成してない水とサンドイッチえーとなんだこれしこたま野菜いいねなんかめちゃくちゃ野菜多そうたっぷり野菜とか言うよりさなんかしこたま野菜の方が なんか、容量大増じゃねうわ、めっちゃ入ってんだってなるよな。このタイトル、いや、逆にいい、このタイトル。アイス食べたいな食いしん坊。食いしん坊のアイスはどこだこっちかな冷凍食品の棚。いや、ハーゲンダッツのいいの。えーとね、カップクリーム。カップクリームの、これは多分チョコだろうな。これが、これ、ミント味いくか。なんだっけ、ミントバニラ。なんだっけ、なんとかミント。 チョコミントミントタイプのやつこうアイス食べた後はしょっぱいものを食べたくなるんだよねもうそれ永遠に終わらないループ次しょっぱいもの食べたら水飲んでまた甘いもの食いたくなるからもう終わりないよな、えー、ポテトチップスのジャガーバターいやうねえ桃味梅じゃねえの色的に梅かなって思ってさ俺これ選ぼうとしたんだけど天ぷら味って <laughs> あんま変わんなくない油で揚げてるんならもう一緒じゃない天ぷら味だろうが。なんだろうが。わさび、でもでもレモンが俺やっぱ好き。酸っぱい系。まあシンプルにしようとかな。でもやっぱ桃味が気になるから、ちょっと桃味買うわ。レあの、話のネタになるしな。配信で。もういいかあともう一個。何か欲しい。なんだなんだ欲しがりさん。えー、じゃがりことこっちはなんだスティッキー。スティックス。 チョッキーいいやんこれでいいか口でカリカリチョッキーこれ持ってこうくっそ笑顔いい人そう悪い人ではないよなこの顔じゃあありがとうございますめっちゃ見てくるけどなんなんか右側だあそょ、誰えっリキア <laughs> おっリキアあリキアどうした前リーゼントだったやなあなんか おとなししの岩風のの風男子ってる。久リキヤ逃げないでくれ大事な話があるんだやめて俺のことをブロックしてるだろうだから直接言いに来たお前の友達が怪しい動きをしてるんだいや聞きたくないそんなこと言わずに聞いてくれちょっとそこの何してるの証拠は取ってやるメッセージを送ってくれ あっなんかあったリキアリキア怒られてるリキアリキアリキア何もしてないちょっとでもスマホがスマホが見れないわまあとりあえず逃げることしかできないっぽいなちょっとリキアに送ってみるかさブロック解除できないよねリキア特に何も来てないな怖わ えリキア大丈夫リキアが恋しいよあなんだこの人え <laughs> 俺と戦おうってのかやるか帰るんかいえやもしかしてこの人 交通事故とかにあっちゃう俺がなんかこういうこういう動きをしてると例のあの車来るからな何もないわめっちゃついてきてるっておいちゃんと渡ってくれ横断歩道こうやってこうやっていこうぜ <laughs> 重すぎるやろこん,こんな状態でこんな風に見ながらストーカーの人を見な,なんだそのところ車止まってなかったぞ でもどこまでついてくるよ。怖っこれさここのが行ったらどうなるんだろうついてくんのかな自動追尾型いやいないな来ないな止まってるのかなそこの角でで,でも消えたいやいるわでもこれ力屋じゃないよな多分一体君は誰なんだい あ、てかあれか。ウーハーイーツのやつか。っていうか。怖っ。あもう一回見たろかあ、いなくなってる。あれ、どこ行った消えたんだけど。どうするエレベーター乗ってたら。てか、今思ったらマンション一緒だもんな。そういや。あいつ、ウーハーイーツのやつ。俺よりさらに上の階に住んでるやつだよね。 なんか、見えない壁が誰めちゃくちゃ手伸ばしてくれんえあ手出して乗りますよ的なお前でもどうやって来た俺んとこでも来ないんだめっちゃ走ってきそう急いでたのかなえ <laughs> 一瞬ちょっとちょっと上走つけたの何何すか、なんか 悪りことしました。閉めた瞬間さ、手入れてくんだからまたバッつって。ちょっとお嬢さんみたいな。なんかずっといる。怖わ閉めてまだいるわ。鍵閉めた方がいいんじゃない追われてる。 やばいまじキモいんだけど怖いあいつに家バレバレ…あいつに家バレたどうしようどうしようちょ、リキアリキア助けてリキアアスカ今家戸締まりちゃんとしてるアスカもなんか怪しいんだよなリキアを信じるとうんオートロックだから貝がかかってる警察呼んだ方がいいかな今警察呼ぶのはやめた方がいいかもまだ証拠が不十分だから警察は動いてくれないと思うし 来ててくれたとしても刺やすか、怪しいでも警察に相談くらいはしていた方がいいかも。今日出歩くのは危ないから明日の朝の明るい時間早いな <laughs> ちょっと待って明日今読んでんのめっちゃ早い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 会話が会話が早すぎてちょっと全然見えない。気をつけてねまた連絡してそんな短文で送る連続して読めないの 分かった、ありがとう。ちょっと見てもいい明るい時に直接交番に行った方がいいよ。電話より、えー、向き合ってくれるはず、分かった。それで家バレたってどういうことてか、あいつって知らない男につけ,られて、えー、つけられて家に入るとこう見られた。それは怖いね。すぐに駆けつけないと。実は明日も。だから明日着いて、えー、近くにいないんだよね。実は明日も。なるほど。まあで、警察行けと。あんのなに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 こいつか お友達の言うことだけ信じちゃっていいの元彼の言ってたことは無視して大丈夫なの他に信用できる人は一人だけってに頼っていいの僕だったら味方を増やしておくけどねまあ別に君は一人でもいいけどね君が何をしようと僕だけのもうキモすぎ <laughs> 僕だけのものだからハートなんかそのさハート出てくるとヒソカが言ってるように聞こえてくるなハンターハンターの僕だけのものだからって言い方がここで急なハンターハンター出てくるリキアー なあ,あ、仲良くしようぜ、リキア。いや、これブロック解除した方がいいよ。俺はリキアを信じる。本当にこれでいいのかな仕方ねえな、リキア、話聞いてやるよ。君の友達が怪しいってどういうこと友達ってアスカのことなお、リキアからの返信はない。ブロック解除してくれたんだね。ありがとう。 でもあいつが怪しいやつがリケの友達かもしれないんだよな君の友達のあすかさんも関係してくる話なんだけどお前最近配信で顔バレしただろなんで知ってんのごめんえっ、ー、とちち千田ニナの配信見てたんだまあ配信見てなかったとしてもけ、えー、結構拡散されてたから知ってたと思うけどハッキングされたのかわかんないけどアンチウイルスでスキャンしたら問題はなかった それよりはそれがアスカのと何の関係があるのそうだよねそのトラブルアスカさんが関係してると俺は思ってるこれを見てくれあこあの写真だあいつだ何それ知ってるよな、ね、明らかに今日たまたま怪しいやつと話してるとこを見ちゃったんだ俺もまさかお前の仲いい友達がなんて思いたくないけどこんなの見せられたらさ まあ思っちゃうよなそれに今お前の家に出入りできるのってアスカさんだけなんだろ嫌でも疑っちゃうよお前も嫌だと思うけどよく考えろよなるほどなアスカそんなありえないでもあんな写真を見せられたんじゃブロックするしかないまた力也から来てんだけど <laughs> えあこれでブロックすんのなんかとりあえず泳がせとけばいいと思うけどな え、待ってなんか音がするえ配信部屋からへえ勝手に起動してるえ待って誰かいる私以外のいないよねとりあえずカーテンだけ閉めとこう冷蔵庫に隠れてるいないなここはいないバグかパソコンつけっぱなしにしてるからずっと 怖いんだけど。バーチャミーが、かわいそう。親友にも見放されて、どこまでも孤独。私とそっくり。私はこうやって一人で暗いところにいる。ほら、同じでしょ誰も助けてなんてくれない。人と関わることなんて、私たちには許されないんだよ。ニナこれちょっとパソコン。 まあ壊れるときこんな音としないけどねめっちゃトントンしてくるあここ開け怖っていうかこっから見れたんだ逆に開けとこうぜえいろんなとこにいるんだけど人がえ捕まっちゃった トライこれであっちから来るってなるから重くそ逃げなきゃいけないんだけど重くそ重くそ逃げなきゃいけないんだけどおもあっこここっからダメだここダメだゆっくり来てらっしゃる捕まってないけどね瞬間移動したのかな どこに逃げよう。トイレかあいつ来るじゃん。はじめからここに隠れるとか。ここで何かね、窓開けられたりしないから。あっちから来るじゃん。トイレかなトイレの上なんかさ、行けそう。お風呂場おふ、お風呂。ワンチャン。 ワンちな、ん、今、なんでなあ、生き返ったかなに生き返ったかって何ライブチャット。え死んだのなんでライブチャットが今流れてんのしかも全然コメント増えないでしょ、あれ殺せ殺せ、えあ、待って、あ、これ、あれか自分がゲームの中に入っちゃったみたいな。 どういうことですかドライバーどっかあなるほどねこれで一旦やり過ごしてドライバー拾ってみたいな感じだったのかなるほどなるほどでドライバー拾ってでこのドライバーでこっから出るとか何もないわ 待ってなんだえっ、ー、とドライバーで殺すんじゃないの会いたいなニーナ大好き会いたい俺は会いたくないあいつどっか行ったん行ったんすよねドライバードライバーでドライバーで何するここが開かなかったんだけどささっきはうん捕まっちゃったよやっぱこれ後ろからなんか攻撃するのかな でもなんかバッドエンドルートっぽくないそれやっちゃうと。玄関でもドライバー使えなかったし、で、あの、物置部屋でも使えなかったんよね。あとトイレでも使えてなかったか。これどこで使うんだで、ここで正面見てたら、急に反転して後ろを向くんじゃないかと思ったけど、なんかずっとそこにいるな。あ、k o k で、これで、あーでも後ろから行くタイプだ、これ。こうだ。 で、あれこれバッドエンドじゃないんすかそしたえ終わり警察に通報死ね死ねなんかこの上とかで使うのかなと思ったけど別にそういうわけでもないんだよな怖い怖い人参、人参さんえあえ やっぱり、やっぱりお前、信じられない。アスカお前だったのか誰も信じられないよ、もう。やっぱりリキアじゃねえかよえという夢を見たんだアスカやってんな。でもなんともない。 夢か。よかった。怖かった。いっぱい寝たのに寝た気がしない。そうだ。警察に行かなきゃ。もう夕方。朝まで起きていようと思ってたのに。ストーカー事件のこと。相談しなきゃ。暗くなる前に行かないと。母、疲れた。交番に相談しに行く。えアスカいる。母いる。あれなんか一個なくないアンノーンが消えてんのか。 どうしたなんかあったのあでもブロックしてるなあすか俺たちやり直せブロックしてるあれ <laughs> 全員ブロックしてるあれどなんで ?2 人とも信じられなくなっちゃった俺がやっぱ何か間違えたか <laughs> 工場に行くだけでいいのかあれは夢だったのか本当に 俺は俺はあれでよかったのか何なんだ何が正解なんだもう信じられねえよあんな夢見ちゃったらアスカもよ今んとこまずで力也しか力也しか信じられねえ俺はこっち側行けなくなってる最終確認大事よ危ないよ こういうときはね、後ろ見ながら歩くよな。怖いときは。ちらちらな。大丈夫そうだね。最後に来るよ。車は飛び出し。横断歩道だからといって、てかこの歩道だからといって安全なわけではない。んああ、たまたまあれか。巡回中だったのか。こんにちは。どうかされましたかちょっと相談したくて。そうですか でではどここ喋れるところにでもいや、ここでいいやん交番ではないんですね。いやいや、交番だと緊張して話せないでしょうそういう方がよくいらっしゃる。いや、別にいいよ、交番で。近くの公園に行きましょう。なんかもうさ、本当に変な人しかいない。なるほど。ハッキングをされたかもしれない。その上、ストーカーの被害に遭、えー、われているということですね。ハッキングした人とそのストーカー、同一人物でしょうね。 しかし悲しいことに証拠がないと我々もなかなか動けないんですよもしまたストーカーの被害がありましたら私に直接連絡ください110番だと時間がかかりすぎます私はいつもこの交番の近くにいるのですぐに行けると思いますよ私の電話番号を教えておきますねいつでも連絡ください見回りも強化しておくのでご心配なくお仕事頑張ってください応援しますよいやこいつもさただコスプレしてるさ一般の人なんじゃないの なんかいるらしいからな、警察の格好して。そういう人も世の中に。マジで怖い。でも、信じられる人いないよ。勝手に電話かってくんじゃないこれ。本当にこれで大丈夫なのかな不安だな。リキアリキア、リキアいるかブロックしてんだよな、リキア。怖いな。怖い、怖いと思うから怖いのよ。今日も配信しよう。 誰かいないな家にもやっぱり怖いアスカを呼ぶいいえ連絡しなくても本当にいいかなはいアスカは怖いって一番あんな夢見たんだぜたまたまかもしれないけどあちょっとりあえずここだけは確認しとこう <laughs> あのー、閉まってるんですよねここ <laughs> なんでなんで閉まってんの、ここ 外は一旦確認しとこう外は大丈夫だなあんなとこ閉まっちゃってるよてかパソコン何でもなかったんだね変な音なったけどばあちゃん見つけて今日も頑張ろうなニナあえっこれさっきてか昨日通ったコンビニ前の 道路ですよね、これ。えー、今日も昨日のゲームの続きをやっていくよ。今日はどんなゲームかなで、これ、例の横断歩道じゃね、これ。一応、周り確認して。コンビニだよな、ね、これ。この場所知ってる顔バレした V の配信でこれで合ってる。はい。コンビニ飯ばっかりだと太るぞ。今日もレイコ出てくるかな今日もクリアできるといいね。 コンビニ飯ばっか食ってるとくとるとニーナ大好き絶対あれだよなあの襲ってきたやつやな、ね、黒い格好したこれ自分,これ自分の前まで行ってさピンポーンってなるやつじゃないのこれだよねこれ絶対自分のマンション行きなやつだよなこれ自宅前じゃん嘘ちょっと待ってここってどうしたのああこいつだやっぱり 知ってるとことこかどこに向かってるんだろうニーナ大好きうわこれ自分家行くやつやんこれニーナ大丈夫船橋船橋ってさなんか船船,船橋か船橋先輩ってなんかいなかったっけあの過去作かなんかでなんかいたような気がするこれ自分の家だもんこれこれでも自分見えるよこっから なんかいるどこに向かってるんだもしかしてほらホラーだよねえちょっと待ってこれさちょちょちょっとこれさ見ちゃいけないと思わないこれだって自分がさこれ今視点が動かせるんだけどさこれ <laughs> 見たらいるよね見ちゃうかあいないわちょこれでさ ダブルキーを押すとまっすぐ行くからこの状態で見てみようぜこっちが今のところいないから今日は気分が悪いのでもうやめますえいないわみんなごめんねあれ来なかったわゲームとリンクしてるのかと思ったけどそういうわけじゃないあんか家のドアが開いたなんか音がするんだけどあ違うわ これ正面だい,いるってこれほら水場に誰かいる風呂入ってんだけど人ん家勝手に出てって通用がバカにならないのよじゃこれあれか自分が取るあれかいた時に取られてたってやつかえ怖絶対ニーの大好きだろうマジで怖いんだけど誰か誰かに連絡しなきゃ リキアお前しか信じゃられねえもんリキア来て今すぐ <laughs> ヤンキーヤンキー,ヤンキー昔ヤンキーだったの忘れるからリキアもしもしニーナリキア今大変なの今すぐ家に来てくれるなんだかよくわからないけど、とにかく行けばいいんだね。ちょうど近くにいるんだ。すぐに行くから、ちょうど近くにいるのなんでなんだよ。頼ってくれてすごく嬉しい。絶対俺がニーナを守るから。どうしよう。助けが来るまで隠れなきゃ。 隠れるなら何なに誰,誰だあんのんだ。ゲームは楽しんでくれたかな僕は君にすっごく会いたいんだ。今日も会えるんだよねそれじゃあ。怖い怖い怖いここだよねやっぱり。なんで閉まってんだよえー、今から僕はそこに行くから準備しておいてね。1分あげるからさ。どうしようあいつはでに隠れておかなきゃ。ここだろなんでここ。これをさ。待って。あれかドライバーで開けてあそこに隠れるのかな るドラこういうとにかけてドライバーねえんだよな身を守らなきゃ一体どうすればそうだ武器武器になるものがあるはずドライバーこれドライバーがスポーンしないだからフライパンオッケーフライパンはあれだからな後ろが撃たれても1回1回っていうか無敵だからな外行くのありだしここ一旦飛び越えて何ですかあと30秒やばい力や リキヤが、これもうさ角に、ま、角待ちしてさもう殴ればよくないかあと20秒めっちゃくるやん下駄箱とかいけないここ行けたらまジで最強なんだけどな一旦外行ってみるかめっちゃ焦らしてくる あ、ここ開けとけばよかったなここから地味に見えるあ電池切れそうやべお前がメッセージばっか送るからここのカーテン開けとくべきだったなちょっとちらっと見えるんだけどここから俺がこう来たらまず右を見るからここ角待ちポイントここで待つ何かあったら一撃加える これ来たのさ、リキアだったとかいうオないよな。でもリキアってさ、マンション入れなくねそもそも。鍵持ってんのかなやばい、音する右側から。携帯見れないんだよね。めっちゃ探してないこちら来てないじゃん。来てなくねあ、いるわ。 ダメだこんな狭い部屋で逃げられるとでも思った武器なんか持っちゃって意味ないんだよゲームじゃないんだからさ。あ逃げられない。リキアえあリキアリキアだ頑張れ、リキアあリキア えどうなった怖っちょっと待って包丁包丁あなんとかなったリケアが来てくれてよかったあの後相談を聞いてくれた警察官がストーカー男が捕まったと知らせに来てくれたあの男は千楽ニーナのファンのようで毎日の廃車を見るうちに私を身近に感じ恋人と錯覚していたらしい そのような直接面識のないメディア上の人のことをあたかもお互いが親しい仲であると錯覚してしまうことをパラソーシャルと言い,い今回の私のような事件が多いみたいで今後も気をつけるように言われた私はその後助けてくれたリキアに恩を感じたこともありもう一度付き合うことになった幸せルートハッピーエンドじゃないこれあ、リキアだちょっと顔怖いんだよな顔怖いんだけど どうかしたぼーっとしてるぞ。まあ仕方ないか。あんなことがあった後だもんな。でも今俺がそばにいるじゃん。う、うん。ずっと一生一緒にいような。ライフタイなんだっけあのリ、な、あの、なんだっけなんとか幹キドみたいなのだの。それじゃあちょっと、お花摘みに行ってまいります <laughs>。そういう言い方、丁寧なのかそれは。元ヤン元ヤンのリキや。 オスカだ、ニーナ私が話したことで嫌な思いとかしてたらごめんねでもこれだけはニーナに見てもらわないとって思っていいかなううんえな何あえお前らも繋がったのえじゃあんのえ仕組んでたってこと えどっちを信じたらいいの私はアスカを信じていたならええー、気になるじゃんそんなのちょアスカ信じてみるかこれどっからなんだろうリトライしたんだけどほんとにこれ大丈夫かな不安だな一回ブロックしちゃったけど怖いな 呼,ぶ呼んでみるか次は多分警察官はねなんか違うんだよな多分あいつどうした何があったのごめんブロックしてたえっ、ー、と最近誰を信じていいのか分からなくなってて都合がいいのは自分でも分かってるでも来てくれない今すごく怖くてそばにいてほしい あと少しで配信の時間は、ではあるんだけど。返信あるのかなどうだろう。とりあえずフライパン持っとくアスカだけは心のよりどころ。でも返信ないんだけど、アスカの。ブロックしてたから返信がなかったんだ。全然平気だよ。あ、でもたまたま今日空いてんだ。今日ちょうど仕事が早めに終わって近くにいるから、すぐ行くね。 頼む、アスカ来てくれやあこれで来てくれるのか20分後何の音これお湯沸かしてる音みたいなあトイレからあトイレねトイレの音かアスカアスカ来たか どう明日香これ、明日香だ。来たね。ちょうどすぐに来、えー、れてよかった。大丈夫またストーカーされたうん、そうじゃないんだけど、なんだか怖くて。そういうことね。警察にはちゃんと言ったうん、一応話したけど。ちょっとでも助けになるといいんだけどね。それよりブロックしてごめん。それはほんと気にしてないよ。今、ニーナ不安定だと思うし。 えー、それでもこうやって頼ってくれて嬉しい。アスカとあの男の写真を見て。あの男との写真ああ、もしかしてこのアパートの前で変な人に話しかけられたはキき、怪しい人だなって思ったんだけど、やっぱりあいつがニーナが言ってたストーカーなんだ。えー、怖っ。なんかあのーって声をかけられたんだけど、話しかけてきた割には何にも話さなくてさ、行こうとすると止められるし、それで何ですかって聞いて、ちょっと話すのを待ってたんだけど、 何も言わないから結局もういいかって思ってその場は離れたんだよねでもまさかそんなところを取られてたとはね疑ってごめんねいいよいいよ気にしないでそんなの見せられたら誰だって疑心暗鬼になっちゃうってそれで私はどうしたらいいそばにいるだけでいいのかなうんお願い分かったよ配信休んだらって言いたいところだけどそれで何か,、えー、何かあったら怖いもんねそろそろ引っ越しも考えた方がいいかもねでも友達に配信見られるの嫌なんだけどここは ここはでもやっぱり閉まってんだ。なんでなんだろう。とりあえずここで終わるのを待ってるね。何か欲しいものとかあったら行って。配信頑張ってね。いいやつじゃねえか、アスカ。PC を使う。いや、リキアやっぱあいつダメだったわ、リキア。やっぱ元ンのリキア。あ、どっか行くのか。コンビニ行くのかな。じゃあ配信しますね。トランスフォーム。 ちょっと家の中勝手に歩き回るのやめてえっねえねえ配信中に話しかけて悪いけどちょっといい冷蔵庫に食べるものが何も入ってなかったからコンビニで何か買ってくるよえっいてほしい大丈夫だよコンビニ近いしすぐだようんーでも配信中にパパッと行ってくるからじゃあ行ってくるね怪しいあすかマジで大丈夫か今日も昨日のゲームの続きをやっていくよ今日はどんなゲームかなあれ なんか、やらなかったっけこれ結局自分のさ、あ、そうか、あれか、リスタートしたから、同じなんだ。そうか、もう一回やることになんのか。<noise> てか、玲子は何だったんだろう。<noise> え嘘。ちょっと、あ、で、ここが自分家の前だってなって、で、やつが来るんだもんな。<noise> どうしたのつって。 あ、開いた。開かなくてびっくりした今この状態では特に何もないんだよねで家の前まで行ってでこうなってで横見ると自分がいるんだけどあっ待って今回はいるわあれこれやっぱりさあれなんじゃないはあいなくなった今日は気分が悪いのでもうやめます みんんなごめん、ね、あれこれやっぱりさあスカなんじゃねと思うんだけど気のせいか今手出てたよねでこれ今取ってたやつだもんね多分でこれはあの窓にいたいや窓にいたやつじゃないな。 もっと近くにいたってことかでこれ寝てるときのやつだもんねいやさっきもこれ多分手のやつうすってたけどちょうど見逃しちゃうんだな怖ってなるよな誰かに連絡しなきゃあすかあすかやばいって 寝室で鳴ってるえアスカのスののマホの音ベランダから聞こえたようななんでベランダにアスカの携帯があんのはえっ横の部屋にいるえっアスカがなんで隣に行くはいえなんでアスカが横の入ってみよう保護真理で捕まるかもしれないけど え私が見た映像だ。うん、そうだよね。あ、しかもポテチじゃがいも味だ。ポテチってそもそもじゃがいも味じゃねえてか、横なんか引っ越しのなんかあったもんな。あれ、クリーニング業者だったのか。横のブルーシートって。えなんかめちゃくちゃ盗撮されてる。大好きやん、私。でもなんでアスカがえあ、アスカなんで 大丈夫かじゃこれあれかあのニーナ大好きに捕まったのかニーナここはどこなの隣の部屋ベランダが開いててでもよかったニーナが無事でとりあえず私のことはいいから今すぐ警察に行ってこんなところにいたら危ないあいつに捕まる前に早くあ来てる急いでこっから来るからちょ、ま、待って待って待ってこっから自分家自分の部屋帰るってことだよねあオッケーちょうどちょうど空いてるわ でであこれで自分の部屋か。でうわ、いる。<laughs> なんか電話してる。失礼します。正面ガチャって言ったらバレるよな、多分多分こっちやね。ここ、ここじゃね。やべ、出られないわ。こっちかえバレたんだけど。 どっからに正面玄関何もなかったよなどっから行ったらいいんだ飛び降りるなんて無理だよなとりあえず家の中に入ってこっち見てないからトイレとかは多分なんもないよね自分の部屋はここなん。 開けられそうだけど何もできない一応開けてどのタイミングで来るんだろうやつはなんかさっきはそろ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 だよねで電話してるうん見る <laughs> 電話してて見る あの配信部屋に何かあんのかなドライバーとか。ただ一旦ここであいつが動くのをやり過ごしてっていうのはあるんだけどシンプルに玄関玄関が風呂場これでダメだったら風呂場行ってみよう。多分出られないよね。あ出られるわ。なんすか普通に出られるじゃん。シフト走るやばい絶対俺後ろ来てるなんだ今の音っつって。 はっ来てないわさすがにエレベーターより足早い男はいない誰管理人の宮本さんじゃんあらどうされたんですかそんなに急いでこんな夜中に女の子がの,の一人歩きはよくないですよ部屋に帰りましょうね無視するわニーナ様あ,あ電話えあ,あ電話持ってるわけじゃないんだ <laughs> なんか、電話かけてんのかなと思ったけどいや、あの警察官も怪しい…あ、来たあの、何かあったんですか一人で出歩くのは危ないですよ何があったのか聞きますよえちょっと待ちます。あなるほど、やっぱりこいつ怪しい奴だで、本物の警官がこの左側にいるんだなるほどそこういうことかはい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 今月十六日、SNS などで活躍する女性配信者の男女四人見知らぬ男が入り込んだ事件で 今日主犯格の男など男女4人が逮捕されたことが警察への取材で明らかになりました怖<っ>逮捕されたのは主犯格で指示役の会社員宮本力全員グルだったんだ母親で不動産業を営む宮本由子容疑者母親の弟でパートの城田詐欺を容疑者実行役の無職 悪臭共和容疑者の4名と見られ警察の調べでは主犯格の宮本力也容疑者は力なの5日前ほどから元交際相手である被害者に復縁を迫っていたと言い力也容疑者は被害者に対して付きまといや盗撮ストーカー行為のほか悪臭容疑者に対し被害者宅への侵入を指示した疑いが他3名には 力也容疑者の犯行に手を貸した疑いがそれぞれかけられており。加えて城田容疑者には自身を警察官。こいつが。被害者と。コスプレしてたやつか。疑いもかけられています。なるほどね。これに対し。四人は大胸容疑を認めている模様です。いや力がやばかったんだ。やっぱり。もうこんなとこ住めないよ。怖くて。じゃ忍び込んでたのはやっぱ黒いやつだったんだ。あのフードかぶってる。 ごめんな、すか疑って何も喋らんやんあすかじゃあ料理するね <laughs> カレー作るのかな今からあったまとにあ肉じゃがね肉じゃが食うか得意料理なんだ肉じゃが ありがとう。美味しそう。なんか、私がニーナに肉じゃが作ったのが、遠い過去のように思える。そうだね。てかさ、めちゃくちゃ丼の茶碗に肉じゃが大量に置いたのちょっとおもろいな。<laughs> あいつら、捕まったみたいだね。本当に良かったね。でもまさか、みんなグルだったなんて。ニーナ、辛かったね。私がすぐに気づいてあげられてたら、こんなことにはならなかっただろうに。そんなことないよ。アスカのおかげで今の私がこうしていられるんだよ。 そんな風に言ってくれてありがとう。もう、こんな家からは引っ越しなよ。うん。同じことを繰り返さないように気をつけないよ。そういえば、あの、なんだっけアカマントっていうゲームだっけあのゲーム難しすぎてクリアできなかったって言ってたじゃん。んあれそんな話したあれリスナーアスカ。あの制作者が新しいゲーム出したらしいよ。夜勤事件って言うらしい。めちゃくちゃ宣伝するじゃん、自分のゲーム。 赤マントみたいな難しいゲームじゃなくてあまり死んだりしないみたい比較的早く終わるし和風ホラーでやりやすいんだってやってみて最後宣伝で終わった